リチャード・クーは、アメリカ国籍のエコノミスト。野村総合研究所研究総発センター、主席研究員、チーフエコノミスト。1954年、兵庫県神戸市生まれ、東京育ち。1976年、カリフォルニア大学バークレー校卒業。ジョンズ・ホプキンス大学大学院にて、経済学習士家庭修了。1981年に、 ニューヨーク連邦準備銀行入港。国際調査部、外国局などでエコノミストとして活躍した後、1984年11月に野村総合研究所に入社。現在、同社の主席研究員、チーフエコノミスト。内閣府経済動向分析、検討会議員、早稲田大学客員教授などを務める。講演活動を世界各地で行っている。 2007年6月8日には、麻生太郎衆議院議員の政治団体総巡回の支出により講演をした、デフレ不況の経済状況を示すモデルとして、バランスシート不況を提唱している。そのモデルに基づき、1990年代後半からは、積極財政政策を強力に主張し、供給側の改革を主張する論人とぶつかった。そのため、大きな政府を主張する。 代表的なエコノミストの一人と考えられている。ケインジアンの一人と目されることも多いが、ケインズ経済学の問題点についても指摘している。バランスシート不況とは、大多数の民間企業が、バランスシート悪化の修復に動くことで、合成の誤尾によって、マクロ経済に悪循環をもたらし引き起こされる、デフレによる不況の原因を説明した、リチャード・クーが提唱した。 経済理論モデルの一つである。通常景気交代局面では、各国の中央銀行による政策金利の引き下げが行われ、物価や景気刺激が誘導される。政策金利は、景気が良い場合には高く設定され、景気が悪い場合には低く設定される。これによって、景気が良い場合には、預貯金やローンの金利が上がり、通貨の流通が抑えられ、景気が悪い場合には、 金利が低くなり、通貨の流通を促進させる。このように、中央銀行によって流動性供給や金融緩和が行われることで適正な物価や通貨価値の安定といった経済環境をもたらすことができる。しかし資産バブル崩壊による景気交代局面では不動産や株式などの担保価値を持つ資産価格の下落により、 企業は深刻な貸借対照表悪化の問題に直面することになる。これにより多数の民間企業が大きな負債を抱えた状態となり、この負債圧縮、借金返済のために資産の売却や設備投資の縮小が行われ、これがさらなる資産価格下落や景気の悪化を呼び、企業のバランスシートを悪化させる。そしてこのことがさらなる負債圧縮。 借金返済を迫り、資産価格の下落や景気悪化をもたらすという悪循環が起きるとする。また、このような場合には、企業が設備投資よりも負債の圧縮を優先することから、金融緩和による景気刺激効果が弱まる。このように、大多数の民間企業がバランスシート悪化の修復に動くことで、マクロ経済に悪循環をもたらしている状態を、 バランスシート不況と呼んでいる。また田中秀臣は、この論を1930年代に、アービング・フィッシャーが提唱した、デッド・デフレーションの理論を、バランスシート調整の観点から焼き直したものとし、この論説を批判している。空は、著書、良い円高悪い円高において、輸出と輸入の貿易不均衡が是正されて起こる、円高は、良い円高であるとした。一方、 輸入障壁や小観光の違いによって輸入が増えない中で輸出が減る形で貿易不均衡が是正されるように起こる円高を悪い円高とし従来の円高は日本の閉鎖的な貿易観光に原因があるとしたこの日本の閉鎖的な観光が円高を招いたとする考えについては小宮隆太郎が異議を呈し論争となった小宮は その国の総投資が総貯蓄を上回るときに、形状赤字が発生するのであり、貿易不均衡にカワセレートやその国の市場の開放性、閉鎖性は関係ない、と論じた。その後、小観光などが特段変わらない中で、カワセレートが円高から円安に転換したこともあり、両者の論争も収束していくこととなった。趣味は、カメラとプラモデル作り。 本職の業務を通じて知り合った、タミヤ社長のタミヤ俊作らと親交があり、自作のジオラマを自ら撮影した写真集、幻のドイツ空軍を出版したこともあるほど。カメラは特にコンタックスのファンで、コンタックスブランドを持つ京セラが、カメラ事業から撤退することを決定した際には、同社の稲森和夫会長に自家判して、最終モデルの生産を訴えたほど。 一方で、内カは、持ってはいるが撮ったことはない状態のほか、デジタルカメラは、曲線ばかりの、ぐにゃぐにゃしたデザインが好きになれないとの理由で、使っていないという、台湾の五大家族と言われる名門の子一族の一員である。父の子官民は、台湾の起業家であり、台湾独立運動家としても知られ、相当不死性を務めた。叔父の子信仰も、台湾の財界人であり、 海峡交流基金回答次長や総統不市政などを歴任した。祖父の古典栄へも実業家として巨万の財を築き、後に大日本帝国時代の台湾総督府評議会議員や台湾発の貴族院議員となった人物である。ありがとうございます。